ンネル。こんにちは、工場長です。今日はこちら、じゃん、スエード調の手芸紐。こちらダイソーで買ったんですけど、めちゃくちゃ可愛いと思ってまず買ってしまいました。本当ね、ダイソーすごいと思う。行くたび行くたび何かしら新しい可愛いものが入っている気がします。今年初めて行ったかな、ダイソー。それで買ったんですけど、今日はこのスエード紐を使って簡単なアクセサリーを作っていきたいと思います。1つ目はスエード調の紐とリングを合わせたブレスレットを作ります。最初に使いたい紐を2色選びます。これはピンク系の色味ですが、他にパープル系とブラウン系の2種類もお店に売っていました。今回はピンクと濃いピンクを使っていきます。そしてこちらもダイソーで買いました、フレームパーツサークルという商品です。大中小の丸いパーツが入っています。まず紐をほどいて扱いやすくなるよう手でシューッと伸ばします。そして紐を2つ折りにして輪になったところに一番小さいリングを通します。そうしたら紐の端2本を輪に通してリングと紐を固定します。こんな感じです。続いてもう1本の紐の中心を今固定したリングの下で結びます。これで編んでいく準備ができました。次に好きな大きさのリングを真ん中の2本の上に置いて、そこから紐を引っ張ってリングに通します。こんな風に輪を作ったら、そこにサイドの紐を通していきます。左の紐は左から右にシューッと通して、右の紐は右から左にシューッと通して、そして真ん中の2本をキュッキュッと引っ張り、リングの位置を調節しながらサイドの紐の緩さも整えます。そしたらまた好きな大きさのリングを真ん中の紐の上に置いて、リングの中から紐を引っ張り輪を作ります。大きいリングだとやりやすいです。輪ができたらさっきと同じくサイドの紐を輪に通していきます。左の紐は左から右にシューッと通して、右の紐は右から左にシューッと通して、サイドの紐の緩さとリングの位置を整えます。これを腕の太さになるまで繰り返し続けます。編み終わったら最後に小さいリングを使います。なので小さいリングがなくならないよう最初のうちに1つだけ避けておくといいかと思います。真ん中の2本の紐をリングに通します。そして2本の紐の間に紐の端を通してリングを固定します。表から見るとこんな感じです。裏はこうなっています。裏面を向けたままサイドの薄いピンクの紐を結びます。濃いピンクの紐の上に結び目が来るようにして、もう一回しっかり結んでほどけないようにします。そしたら下に出ている真ん中の2本も2回結んで固定して、リングが取れないことを確認したら余った紐をハサミで切ります。これでほぼ完成になります。パープル系の色味のやつも作ってみました。このまんまでも可愛いですが、お好みでリボンをつけても可愛いです。くどいかな、可愛いけどくどいかな。
って時はまあリボン一つでも可愛いですね。ポンポンだと冬っぽくてこれもまたいいですよね。端っこにポイントで一つつけても可愛いし、まあいろんなデザインにして楽しめます。最後に金具をつけます。ダイソーで買ったアクセサリー金具です。丸カンを使ってつなげていきます。丸カンに金具を通して、ブレスレットのリングを通して丸カンをグッと閉じます。反対側も同じようにして取り付けます。これで完成です。複雑に見えるようで意外と簡単にできちゃいます。シンプルに何もつけないと大人っぽい感じですね。続いて今作ったブレスレットの余りの紐で2連のブレスレットを作ります。まず好きな紐を2本用意します。私はさっきの残りの紐です。そして紐止め金具、これは手芸屋さんで170円ぐらいで買いました。紐2本を紐止め金具でつなげます。金具に紐を入れてペンチで三つ折りにするような感じで金具を閉じます。取れそうで不安だなって方は接着剤を仕込んでおくとほとんど取れなくなります。片方に金具をつけたら好きなチャームや太めの穴のビーズなどを通していきます。私はキャンドゥで買ったお花のチャームとダイソーで買ったパールのビーズを用意しました。お花のチャームは穴が少し小さかったので丸カンをつけています。あとはパールのビーズですが T ピンを通してこれも丸カンをつけています。これを紐に通したら薄いピンクの方を腕の太さに合わせて切って、濃いピンクの方を少し長めに切ってたるむ感じにしていこうと思います。そしたら紐止め金具をまた同じように取り付けて、最後に最初に作ったブレスレットと同じアクセサリー金具を取り付けたら出来上がりです。紐の長さを変えてネックレスにしても可愛いと思います。前に動画で作ったリボンチョーカーの作り方に似ているので、そちらもよかったら参考にしてください。最後に3本の紐で簡単なブレスレットを作ります。まだ紐が2本余っていますが、色味的にパープルを使いたいのでこちらを開けていきます。好きな色を3色選びます。どれも可愛いですが、今回はこちらの夢可愛い系の色味にしていきたいと思います。そして平紐留め金具、これは東急ハンズで買いました。180円。あとはあってもなくてもいいですがチェーンを用意しました。これは家にあったやつです。まずセロハンテープに紐を3本並べて貼ります。隙間ができないようにぴったりと貼り付けてください。そしてチェーンも一緒に貼り付けてセロハンテープを巻きます。こんな感じで長さが揃うように貼り付けたら、紐を金具で挟んでペンチで固定します。これで金具の取り付け完了です。そしたらあとは三つ編みをしていきます。チェーンは3つの紐のどれかと一緒に合わせて編んでいきます。たまに紐がきつく編みすぎていないか、緩すぎてないか、全体のバランスを確認しながら進めます。ちょうどいい長さになったらセロハンテープを巻きつけて、三つ編みがほどけないようにしてハサミで切ります。最後にまた同じ平紐留め金具をつけてアクセサリー金具もつけて出来上がりです。ビーズを通しながら三つ編みしても可愛いのができると思います。今回作った3つのうちどれが一番可愛いか、よかったら右上の丸いボタンを押してアンケートに答えてくれると嬉しいです。という感じでいくつかアクセサリーの方を作ってみました。プチプラにしては結構凝った作りに見えるんじゃないかと思います。でこれ一つ作ってもまだ紐が余っているのでこういうのができたり、それでもまだ紐が余っているのでいろんな色組み合わせて友達と色違いの作ってプレゼントするのもいいし、いろいろと使えるんじゃないかなと思います。いや本当にこのスウェード紐、スウェード紐帳手芸
糸だっけな、手芸紐か、手芸紐って書かれていたんですけど、いろんなアレンジで楽しめるので、よかったら皆さんもチェックしてみてください。そんな感じで他にも DIY 系の動画はいろいろと出しているので、よかったら過去の動画も見てくれると嬉しいです。そしていいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日はこれで終わります。バイバーイ。